短編小説は小説を長さで分類した故障の一つで比較的短い小説を指す。長編小説に対して言われるもので具体的な長さは決まっていないが一般に原稿用紙10枚から80枚程度の作品が該当する。また短編のうち特に短いものを小編小説、ショートショート、 短編と長編の間の200枚以上ほどの長さのものを中編小説とそれぞれ呼び分けることもある。連続して短編小説を織り成して一つの大きなストーリーにしたものを連作短編とも言う。西洋ではロマン、ノベルに対してノベレット、ショートストーリー、コンテという形式がある。短歌、俳句の伝統を持つ日本では短いものに 芸術的高度な性質を与えることが得意な国民性から短編小説が独自の芸術的クオリティを持つ形式になり西欧における詩のような価値のある地位にまで近づいた。そして日本では詩人的才能を持った作家が短編小説に詩的結晶を実現させている例も散見される。アメリカ合衆国では イギリスとは異なり短編小説が大きく発展を遂げた。これはアメリカでは領土拡大と人口増加が急速に進んだ結果、雑誌の発行部数も伸び、紙面のスペースを埋めるために短編小説がもてはやされたことによる。ありがとうございます。